ドライバーが当たってないが、まっすぐ向いてる、珍しく。おお。バンカーでバンカー。うわ、落ちにくそう。バンカー。135、うん、6番バンカーだって。お、あー、ちょい短いけど、でも、いいところ、いい感じやろ。うん、いい感じ。いい感じ、教養。悪くないね。悪くない。ありがとう、褒めてくれて。さあ、パーパット。うん、いや、切れてるんだけどね、読みすぎかな。OK。ボギー。6番ホール。324ヤード。久々に振る R11。うん。まだ2本入ってんだな。あ、クソ悪いな、ここ。止まった。ひどい。ひどい。どういうこっちゃい。まあ、そういう時もあるよね。刻みます。本当だって、本来であれば5番ウッドとか握りたいんですよ。うん、オッケー、いいんじゃない。お、うん、いいと思う。オッケー、ありがとう。オッケー。ありがとう、何も言われてねえけど。すごくラフりがちなフェアウェイ。すっごい柔らかい系。おお、綺麗に綺麗に入ったな。これはあ、まあちょっと、ちょっとでかい。止まってるでしょう。ナイソン。ひどくはないけど、打ち方がひどい。余計。なんだそれは。優しく打ちたかったんですよ。7番160ヤード5番アイアン。球は60ヤードぐらいしか乗ってないですね。転がりました。グリーンの2打目。いやー、下ぬるっとした。意外と距離あるよ、思ってるよりも。50ヤードある。ちょっとふわっと系でいきます。これでも手前かな。おお、あ、ぴったりだ。ナイソン。これがね、いいんすよ。これがいいんすよが分かんない。ボギーパットです。オッケー。346、8番ホール。あー、オーマイガー。カート道使って上です。120ヤードぐらいですかね。
木に当たって落ちて目の前。届くか。ちょっと手前。オッケー。ボギー。さあラスト。おお、ミカ戻ってきた。泥でいいとこないしょ。さあグリーン3段目パーオンしたい。残り95ヤード。いい感じじゃない？いや全然いい。ナイスオン。よし。ナイスオン。ただの100ギリ頑張る動画になってしまったグリーン。いやーこれ決めたい。はい。もう最悪。しかも微妙な距離を残して。はい、100切れませんでした。はい、ナイスイン。ナイスパ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの後 1.5 ラウンドやって、はい、渋滞にはまり2時間で。ペついてみたいな。疲れた。超疲れた。いや疲れたでしょ。初 1.5 ラウンド。でもね、ホワイトが、まあ、スコアはそんなまあ良くはなかったけど、最後の0.5 ね、最後のね1ホールめちゃめちゃ良かった。最終ホールとか最後マジ終わりよければ全てて結構長めの結構長めのパー5で4オン、しかもオーバーね、うん、4オンがオーバーだったっていう。ショットが全て完璧なショット、強1だったね、うん、まあ、最後パターンちょろちょろしてたけど、うん、それがなければもうパーみたいなもんだよね、うん、そうだね、うん、あれができればアイさんに勝てるね。いえ可能性が見えましたね。もういやマジでさ、前半で撮影ホワイト終わっちゃったけど、うんうん、俺無理だろうと思っちゃったけどね、はい、いやでもあれならいける、うん、モルピリウムに対しての勝つしかないじゃん。勝つしかないよ。と榎本さん対レッドみたいなもんだからね、うん、マネジメントするみたいなんでね。まあ負けたくないよね、うん。あれホワイトは、うん、アイさんとやるときは、うん、エビスのバニーとしてやるでしょ。そう、エビスのバニーちゃん。エビスバニーちゃん。あっちは元 CA できるからね。こっちはバニーだよ。元 CA タイプ、現役のバニー。現役バニーガール頑張らないと。いいね、楽しそうだ。写真出るからね。さすがにバニーの格好でゴルフはやんないですけど。ということで、まあ、最後まで見ていただいてありがとうございました。頑張ってね、ホワイト、レッド。頑張ろう。僕は本当本気でやるんだよ。うん、頑張る。キンキンですからね、一応勝負は。うん、はい、ちょっとこのその動画がいつ上がるかどうかわからないけど、うん、勝負はキンキンなんでね。頑張る、はい。頑張ってください。今日みたいなね、初心者みたいな T シャツ着てたら本当ですよ。マジ、初心者発見。おい、お前に言われたくねえよ。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。お疲れ様です。